岡田隆による日本の冒険小説。2004年に講談社のノベルズレーベル講談社ミステリーランドから鬼の巻と神の薪が刊行された。内容としてはジュブナイル向けに執筆されている。鬼と人とが激しい戦いを繰り広げていた平安時代へタイムスリップしてしまった内気な中学生の少年天道純の物語。なぜ鬼は 節分の日に豆をぶつけられるのか、なぜ鬼は桃太郎に退治されなければならなかったのか、を作者の歴史考察を交えながら物語が展開される。鬼神伝流の巻は神の巻の後、高校生となった純が鎌倉時代へタイムスリップして新たな活躍をする物語となっている。アニメ映画化され、2011年ゴールデンウィークに公開された。また、 2010年10月に原作の続編奇心電流の巻を講談社ノベルスから書き下ろし100冊として刊行されている。劇場版原作に習い歴史ファンタジーとアドベンチャーを織り混ぜた長編アニメーション映画として制作され、2011年4月29日に東北地方を除く全国で公開された。スペジのアニメ販売事業がアニプレックスに譲渡されて、 以来初めて制作を手掛けたアニメーション映画である。監督の川崎博次はフリーのアニメーターでスプリガン劇場版なるとなると大激突。幻の地底遺跡だってばよについで3作目の監督作となる。なお、本作のオロチコンセプトデザインとして大友克博が参画しているが、川崎は明作が最終兵器スプリガンのキャラクターデザイン。 監督を経験しており、大友作品との関係を有している。原作者がほとんど制作に口出さずに、スタッフ側へ委ねたため、スタッフ側の脚色により、原作とは、ストーリーやキャラクター設定が大きく異なる点が多く、純が、善悪の判断に苦悩し、勇気ある決意をして成長していく姿を軸に、描かれている。テレビ東京の、キシ伝特集によれば、 構想7年、活字クラブ2011年春号の特集記事によれば、2004年の原作観光時から目につけていたとのこと。音楽は、うざき流動が担当。かねてよりうざきのファンであった、監督の川崎が、本作のトレーラーを見せ、曲の使用を頼んだことがきっかけで決定している。楽曲は、映画と、 ほぼ同時進行で作成され、和物と洋物の楽器をぶつけてほしいという要望や、大画面で見た場合の音の広さや深さを考慮し、特には大鼓の場面にこだわったうざきは、和太鼓奏者の林英哲に依頼している。当初は2010年10月9日、公開予定であったが、同年9月に2011年春への公開延期が、スプから発表され、2011年、 ゴールデンウィーク公開へと至った。本作の公式ウェブサイトでは、東日本大震災以降、コンセプトアートに、頑張ろう日本の、猛筆メッセージを載せた画像の表示後に、本来のトップページとメニューが表示されるようになった。主要キャスティングは監督の意向で決められた。映画観客動員ランキングは対策に押され、初登場第12位であり、トップ10県外であった。 東北地方では、フォーラムシネマが、上映館となるが、2011年7月2日から、青森、八戸で、それぞれ1週間公開され公開を終了した。また、2010年5月27日に閉館した、池袋テアトルダイヤでの、新作最終上映作品となった。第15回文化庁、メディア芸術祭アニメーション部門優秀賞を受賞。 2011年9月28日にスペジからブルーレイディスクと DVD ビデオソフトが発売された。BD 版には本編119分のディレクターズカット版が別途収録されている。現代から1000年以上前の大昔。後に平安系となる広大で豊かな土地があった。そこに住んでいた人々は農作業や牧畜などで 自給自足に近い暮らしを営んでいた。しかし、当時の山との国にいた貴族たちが、長岡京からその土地に遷として、平安京を築いた。そして、そこで生きていた人々は追い払われて、都から遠く離れた里に隠れ住み、鬼と呼ばれ迫害された。天道順は、平安京と隠れ里で生きる。 双方の人たちと接していく中で、自分自身の中で悩み抜き、善も悪もない共存共栄こそが、唯一の道だと確信する。そしてその信念こそが、天道順の中に眠る一族の末裔の地と力をも、覚醒させる。この物語は、両者共に正義があり、その正義と生きる、または共鳴する人たちの人間模様を描かれている。主題歌劇場版で、 純が買い食いによるスーパーマーケットのモデルとなったグルメシティ京極天をもに京都市内でスタッフがロケハンし本編では写実的な背景描写で登場するありがとうございます